はい、ランニング食堂です。今日も美味しくバリアルを飲んでおります。今日の動画はですね、動画を見てもらってる方には分かると思うんですけど、木曜日は毎週木曜日に LSD、長いジョグを取り入れてるわけなんですけど、まあ、それを少し距離を長くしましたよっていう話をして、なんで長くしたかっていうのを、まあ、少しでも共有できればいいかなと思います。普段 LSD やってる時は職場から家まで約23キロから25キロぐらいあるんで、まあ、そこをゆっくりと走って、2時間ないぐらいですね、1時間40分から1時間55分の間で、走ってます。なのでまあ時間にして2時間ないぐらいですねで走ってるんですけど、この動画撮ってる日から、ですね、距離を長くして、まあ、長くしたって言っても、まあ、そんな大した距離じゃないですけど、まあ、約10分ぐらいですね延長して、走るようにしてます。なので今まではロングジョグを110分、最大で1時間50分なので、まあ、2時間ないぐらい走ってたんですけど、まあ、それを今回、今日から8月中旬の今日から10分から15分長くして、2時間は走るようにするようにしました。まあ、なんでこうしたかっていうと、まあ、暑い時期なんで、まあ、この時期ねマラソンとか10月11月でまだまだ先ですし、まあ、この時期だったらまだそんなに追い込む必要もないかなって考える方多いかもしれないんですけど、まあ、意外とこうマラソン狙ったレースのマラソンから逆算していくと、もう、この時期には120分とかゆっくりでいいので、長く走るトレーニングというか長く走れる感覚をつけていかないと10月のマラソンに間に合わなくなりますよっていう、ところがあるので、僕はもう8月中旬からペースはゆっくりなんですけど距離を長くするようにしました。なんでかっていうとですね、まあ、そこまで厳密にやる必要はないかもしれないんですけど、で狙ったレースの前に、まあ、基本的には、まあ、40キロ走って言われるようなものですね、時間に置き換えると3時間走とか、まあ、僕らで言うと150分走かなぐらいの練習を入れたいところなんですよね。これはね結構昔動画にもしたと思うんですけど、まあ、最大 VO2MAX 最大の 100% VO2 から、どうやって計算したっけ、 65% ぐらいかなのペースで時間を2時間から、まあ、レースタイムのそうだレースタイムの 65% だったかな、レースタイムをマックスだとした時に 65% ぐらいのペースで、レースタイムレース時間走るっていう練習がいいですよっていう話を前したと思うんですけど、まあ、簡単に、まあ、ざっくりと言うと、いいペースご自身のいいペースで、ご自身のマラソンのレースタイムで走る練習をするとマラソンに効果的ですよっていうのを昔話したんですよね。それを9月にどんぐらいだろうな、2回やればいいと思うんですよね。そのレースタイムレースペースのより遅いペースでゆっくりしたペースでレースタイムを走る練習を2回と、レースペースで、ハーフマラソンぐらいを走る練習を2回、なので計4回入れたいわけですよね、長い練習を。この4回を週に1回入れていきたいわけですよ。多分ね、こう20キロ、レースタイム走とレースペース走という形で名付けると、レースペース走を水曜日にやって、レースタイム走を日曜日にやるとかやっていくと、多分ね、週2回この強度の高い距離走を入れちゃうと、多分ね、すぐ足ダメになっちゃうと思うんで、やるとしたら週に1回ですよね。ってなると週に1回を4回やらないといけないということで、1ヶ月は最低この練習を取り入れないといけないんですよ。なので1ヶ月分はこの練習を取り入れる期間が必要で、これをじゃあ、レースペース走をレースタイム走をレースペース走をレースタイム走でやって、次の週で本番一発っていうのはきついんですよ。ここをやって、2週間から1ヶ月ぐらいは、コンディションを整える期間、もう本当にゆっくりとしたジョグとか、まあ、きつい練習もここで終わらせて2週間から1ヶ月ぐらいは、きつくない練習をやってコンディションを整える期間が必要なんですよ。
まあ、僕はこれ2週間ぐらいでいいかなと思ってるので、初っ端が東京マラソンになってくるので10月の中旬と。なので、まあ、10月はもうトレーニングというトレーニングを入れれないと、コンディション整えるだけだったら、もう9月は丸々この4つを入れようと思ったら、もう9月はもう丸々埋まっちゃうんですよね、これで。ってなったら、いきなりレースタイム走、レースペース走2時間半とか走れって言われたら、多分今は多分無理なんですよ。1キロ4分で2時間半走れって言われたら多分きついと思います。なので、もう8月の中旬は、この9月のきつい練習、きつい距離走の練習のための長く、ゆっくりでもいいから長く走れる練習っていうのをっていう位置づけで取り入れていかないと、もう9月のこのポイント練習の、組み立てに間に合ってこないんですよね。って考えると、やっぱりもうこの時期にもうちょっと暑くて、長く走るのって大変かと思うんですけど、まあ、この時期に長い距離を走れる体を作っておく、土台作りをしておくことによって、9月の、きつい距離走、一番大事なマラソンに一番大事な、長い距離のポイント練習っていうのを、こなしやすくなってくると思います。ということで、僕はもうこの時期から、僕は今もう120分っていうのを一つ目安にして走ろうと思ってます。うん、長い方はペースもっと落として、まあどうだろうな、サブ3サブ4目指す人って長くても3時間とかでいいと思うんで、多分、まあ、3時間走れる体を作っていく、3時間まあそこそこ速いペース、 E ペースって呼ばれるようなペースで走れる体を作るために、今はゆっくりでいいので、いいペースとかそんなペース気にせずに、ゆっくりでいいので3時間走れる体を作る、2時間走れる体を作るっていうことをしていくと、9月の大事な練習が、取り入れやすくなると。そしたらもう9月、外さなくて、その大事な練習外しにくくなると思うんで、しっかりこなしやすいというような感じでレース本番を迎えられるんじゃないかなと思います。しかもどうだろうな、僕でも多分結構きついかもしれないんですけど、毎週毎週、例えば9月の1週目にじゃあ僕だと2時間半走150分走やるじゃないですか、4分から3分40の間で。でその次の週の週末は3分15とかで20キロやる。でその次の週は2時間半とかで150分走を4分から3分40でやると。でその次の週はまた3分20から3分10の間で20キロやる。ってなると多分結構ねきついと思います。なので1ヶ月丸々使っても不足しちゃうんですよ。2週にここの間に1週ちょっと空きを作りたいとか、例えばここやった後に1週ちょっと空きが欲しいよねみたいなとか結構なってくると思うんで、まあ、理想はこの4回入れるのが理想なんですけど、まあその理想をプラス、疲労抜きというか、サイクルを1週間サイクルじゃなくて2週間サイクルとかにしようと思ったら、もっともっと時間がかかるっていうような感じなんですよね。なのでもうこの時期からやっぱり、しっかり、まあ、暑いからといってなんだろうな、もう短い距離でサクッと終わらせちゃっていいよねっていうよりは、まあ、そうやって簡単に考えるのも、まあ、間違いじゃないし、逆の考え方するとこの時期に頑張りすぎて夏バテして、熱中症とかなりすぎて、疲労が残ったままマラソンシーズン突入ってなっちゃうと、もうシーズン全部崩れちゃうので、まあ、その辺はちょっといい塩梅が必要なんですけど、簡単にこうこの時期暑いから軽く走ってればいいやってばっかりやってると、マラソンに向けて大事な練習をしていこうという時に、少しその練習がこなしづらくなってくるので、まあ、この時期大事に過ごした方がいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日の動画は、最近、ロングジョグの時間をちょびっとだけ伸ばしたというような、伸ばした理由を話してみました。それでは今日の動画以上になります。バーリアル片手に語っておりましたっていう感じでね、あんまり真に受けすぎずに、ね、肩の力を抜いて、まあ、酒飲みおっちゃんが話してる内容の雑談ぐらいで考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日ご視聴ありがとうございました。